ホムラ。ホムラってなんだ。ホムラはいつか消える。ホムラってなんだっけ。炎ってことじゃない。それ多分そう、じゃないよ。いつまでゲームやってんだよ。なんだ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 。どれやさ、前回のトッポギ企画に続いて、はい、カップラーメン全部混ぜたらどんな味するのっていう。あー、キョウちゃんがやってた。そうなの。とんでもない数やってた。そうなの。5個負けるぞお前。でもね、YouTube ダメだよ。違うの、私ね、思ったの。なんかさ、誰かがやってたからってやっちゃいけないとか、数で負けてるとかって関係ないと思うの。自分たちが確かめたいからやりたいと思うの。言い訳だそれ。え、でも気になることくない？キョウちゃんのさ、やつ見てて結果はまあ出てました。キョウちゃんのチャンネル見てください。結局あの時はすごい数だったけど、この数だったらどれが勝つのみたいな。逆にね、そうそうそう、精鋭みたいな。そうそうそう。そしたら確かにカレーとかいけるかもしんない。トマトチリとか。そうだよね。そうだよね。そうだよね。トムヤムクンじゃないもんね、うん。ということで、レッツ、イーティング。はい、ということで、お湯を入れたわけなんですけども、はい、皆さんはどの味が一番強いと思いますか。でも、チリトマトを食べたことがないんだよね、トムヤムクン。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。どうした？ビッグバンの寸理が芸能界引退しちゃった。え？大丈夫？動画撮る？大丈夫、大丈夫、大丈夫。切り替えてこう。トムヤムくんが一番懐かしいね。私はカレーだと思うんだよね。味はみんな知ってるっしょ。知ってる。トムヤムくんはさ、このソースがちょっとずるいよね。なんでちょっと敵視してる。じゃあ全部入れていきましょう。はい、うわー、はい、こんな感じの見た目よ。じゃあもうせっかくなんで混ぜますね。はい、はい。これ麺によって色違うよ。本当だー。ほらね、これね、実際にやらなきゃわからないことだってあるんだよ。動画で見てるだけじゃダメ。うん。匂いはね、カレー。あ、でもトムヤムくんあるよ。いる？いや、カレーでしょ。いや、でもカレーが強いね。トムヤムくん言っただろ。じゃあ一食。トムヤムくん。普通にマイルドになったトムヤム。あー、いろいろ混じってね、うん、最初はカレーですってやってくるんだけど、最後の方でトムヤムくんでしたってこう、うん、あー、でも今食ったらちょっと普通の醤油味もした。醤油もマジ麺によって。そう、だからその麺を食べたらだよ。なるほどね。でも普通に美味しい。結論、トムヤムくんでした。